皆さんこんにちは、石平の中国週刊ニュース解説でございます。今日は2023年9月30日ですけども、で今日取り上げて解説するのはこの2つの話でございます。まあ、1つは文革最大の前兆、習近平が風評経験水晶の恐怖、2番目は恒大集団会場高速の会とその背後、という話ですけども、まずこの習近平による風評、経験の推奨、それはどういう話なのかとなりますと、9月の20日にね、浙江省、地方視察中の習近平主席は、この書記市風評鎮、鎮というのは中国の行政区の一つであって、大体県とか市以下がそういう鎮というものがあって、この風評鎮にある風評経験記念館を訪れて、それで随行員とか地元の幹部群衆を相手にね、いわゆる重要講話を行った。その中で彼は新時代における風評経験の堅持と発展を訴えたということですけども、この風評経験とは何か後で説明しますけども、とにかく、この話があって、それを受けまして、翌日から人民日報とか新華社通信、ね、などの宣伝機関一斉に記事とか論評とか掲載して、風評経験を堅持し発展せよと のような宣伝キャンペーンを開始して、また浙江省の全人代もまた早速ね、新時代における風評経験堅持の発展に関する決定までを採択して発表した。要するにね、習近平自ら旗振り役となって、そこでいわゆる風評経験の堅持と発展のための政治運動が、これから大々的にね展開されていく模様であるということであって、じゃあまず中国のメディアの報道ぶりから見ればわかるんですが、これが環球時報が掲載した、習近平が浙江省行って、ここ風評経験、風評経験陳列館、風評経験の堅持と発展ね、新時代、そういう、記事が、環球網がそういう記事があって、また人民日報もね、人民日報、これもそれやっぱり風評経験の堅持発展をそういう論評記事を掲載した。あるいはこれは新華社通信ですが、新華網がやっぱりね、この風評経験、新しい時代の風評経験の堅持と発展、この写真が要するに夜風評経験記念館を訪れた習近平がここでね、群衆たちを相手にね、いわゆる重要講話を発表した、その場面だったんですわね。とにかくこれであちこちのメディアで一斉に風評経験、風評経験、あるいはこれもそうですわな、新しい時代のそういう風評経験、習近平が方向性を示したというような、とにかくもう今もう中国国内メディア、このその数日間ね、もう一斉に風評経験、風評経験の世界になったんけど、じゃあこの風評経験とは一体どういうものなのかとなると、それで1960年代初頭からの話ですよ。その時にね、例の書記市風評鎮で一種生まれた一種の治安管理の新しいスタイル方式がよるこの風評経験であって、いやそれどういうことかとなると、普段中国でもそうだったんですけども、普段いわゆる治安管理が当然ね、公安局、中国にも派出所があって、それ要するに公安警察によって行われるのは普通だったんですよね。しかしこの風評鎮ではね、どういうことが起きたかとなると、要するに一般の住民がまさに革命群衆として動員されて、それでそういう革命群衆が集体となって公安と連携する形で、館内の、この風評鎮内の風評鎮の中の階級の敵悪動、
を監視し、管理し、それで治安と秩序の維持に当たるという方式、要するに公安警察だけがやるではなくて、むしろ一般の民衆が動員されて治安維持、秩序維持に当たるという方式ね。で、1963年になると、この法富強経験と呼ばれるこの方式が成功した経験例としてね、浙江省によって、この浙江省公安ね、この公安ってなくて、公安警察の公安ね、よって中央に報告されたところで、63年の11月に、ね、毛沢東が自ら、このいわゆる富強経験を高く評価して、各地でそれを習い広げようとの指示を出したのは、その時。まあ、それ以来、いわゆる富強経験というものの適用は全国的に一斉に広がって、まあある意味ではあの時代で、ね、中国でね、もう国民全員が動員されて、まあ政権が指定した階級の敵とか悪党、中国で言えば要するに反動分子、海分子ね、そういう人々を国民全員が警察になったつもりで彼らを監視し抑圧する。まあ当時中国の文化大学の前の中国の総人口6億だったみたいですけども、まあ6億、まあ総警察のそういうね、恐怖社会がまあできたんです。そしてここはポイントですよ。実は歴史から見れば、毛沢東による富強経験方式のいわゆる全国的推奨と広がりはね、まさにその2年半後に発動された文化大革命という大粛清運動の準備の遺憾であることが後になって分かったんですよね。いや、というのはね、この1966年から1976年までのこの10年間のそういう文化大革命において、全国で、ね、1億人単位の人々が政治的迫害を受けて、そのうちに、ね、数千万人が殺されたり自殺に追い込まれたり、まあ、命を失ったという歴史の事実があったんですもん。しかし考えみれば、実際ね、この1億人の単位の人々にね、政治的迫害を加えたり、あるいは数千万人の人々の命を奪ったりしたのはね、決してね、公安警察じゃないんです。正直、公安警察いくら協力であってもね、数千万人を殺すら無理ですからね。しかも何からね、文化大学のためにそういう粛清の専門機関を作ったわけでもない。じゃあ1億人の人々に対して、まあ、政治的迫害あるいは殺戮を実行したわね。じゃあどういう人々なのかというと、普通の若者たちからなる公営兵、あるいは普通の群衆からなるいわゆる、まあ、造反派、あるいはまあ要するに一般の労働者、農民、市民たちですよ。だから要するに何億人が動員されたからこそ、1億人の人々がひどい目に遭ったというような話。つまり一般の学生、市民、労働者からなる数億人の単位の革命、いわゆる革命群衆が総動員されたからこそ、まあ1億人単位の階級の敵、まあ知識人、毛沢東の政敵となった一般幹部に対してね、そういう迫害粛清は10年間にわたって実行されたわけですよ。だから文化大革命の背後はこれですよ。要するに毛沢東は警察とか専門機関を使って1億人をひどい目に遭わせたわけでもなくて、民衆を動員して、民衆を抑圧して、民衆に政治的迫害を与えたのはそれ文化大革命ですわな。いわゆる公営兵も元で言えば、まあ、普通の若者たちでしょ。公営兵、あの時代公営兵平気で人殺すこともできた時代ですわね、一般の若者でも。じゃあこのような革命群衆全員総動員、あるいは全員総下手人、まあそういう前代未聞の文化大革命の大粛清運動展開のその原型、あるいはそのモデルが、まさにさっきの富強経験ですよ。要するに公安警察が、富強経験というのは公安警察が治安の管理に当たるだけではなくて、一般の民衆も動員されて悪いやつをやっつけるということになると、まさにね、富強といえば富強、
全員警察というような、それがモデルになって、それで文化大革命的な大粛清運動になったという。しかもね、考えてみれば毛沢東が63年の11月にね、このモデル、要するに富強経験のモデル全国の実践提唱してからわずか、まあ、2年半後、要するに1966年の5月に文化大革命を発動した。要するにこの2年半はまさにね、全国の革命群衆がこのね、富強経験というモデルによって訓練されて鍛えられるという準備期間があったからこそ、66年の5月に毛沢東が満を持して文化大革命を発動して、まあ、中国全国を一気に地獄へと脅し入れたというような、まあ、歴史があった。じゃあこの歴史からすれば、じゃあ習近平は今何をやろうとしてるか、そこが分かってくるんですわね。習近平が実はね、彼も昔からこの富強経験にすごく関心があったんです。いや、というのは彼は昔浙江省のトップを務めた時代で、富強鎮という地方はまさに浙江省にあるんですわね。彼はまあ浙江省の勤務時代から、まあ富強経験にね、大きな関心があって高く評価していた。例えば2003年11月ですよ、当時は浙江省党員外書記であった習近平の元で、いわゆる富強経験に関する毛主席重要指示40周年、ちょうど毛沢東例の指示出したのは1963年、これでまあ40周年ですわね。その記念大会が浙江省で開かれて、習近平がまあその富強経験を大事にして発展させようという演説を行った。さらに10年後の2013年の11月、その時も習近平はすでに共産党のトップになったからね。そこで彼の政権の下でまた毛主席重要指示50周年、今度ね、50周年の記念大会がまた開かれて、当時の共産党の政法委員会、要するに警察治安担当の政法委員会の書記とか公安部長までね、北京から出向いて、それを出席して大いに盛り上げたの。さらにね、2018年の11月、今回ね、もう習近平政権もう2期目になったところですけども、まさに習近平政権の下でこの富強経験陳列館がその落成開設されたんですよ。すごい記念館ですよ。これそんな豪華なね、そんな豪華ある記念館、習近平の肝入りでね、建設されて、まあこの記念館の内部ですわな、富強経験を、まあ何か新時代の富強経験という、まあような話になってるんです。まあまさにね、このような一年のね、そういうまあもう十数年前からの一年のそういうね、習近平のそういう積み上げの上で、結局さっき冒頭から申し上げたようにね、習近平がとうとうね、自ら、この富強経験陳列館を訪れて、それ富強経験を広げようという大号令をかけて、また冒頭から申し上げたそういう宣伝キャンペーンを一斉にねスタートさせた。じゃあこいつが一体どういう腹積もりなのかとなると、まあそこ出てくるのは、要するに1963年の毛沢東と同様ね、要するに文化大学的な大粛清運動の発動の準備のために習近平はこれをやったのではないかという疑念が歴史から見れば当然出てくるんですわね。要するに毛沢東が文化大学発動の2年半前にこれをやったんですよ。彼は習近平は今同じことをやろうとしてるのないかという話。さらにもう一つ注目すべき点は、実はね、文化大革命の直前、要するに1965年の12月にね、中国当時の解放軍の総参謀長だった那瑞強かという人が突如毛沢東によって祝福された事件があったんです。要するに毛沢東は文化大革命の発動の準備として当時任表という元帥を取り入れようとしたところで、軍における任表のライバルの粛清を断行した。要するに任表のためにね。で、今から見ればこの
那最教修课时，嘛是你本科大学没哈子多了嘛，正确搭档的是，完了买不来搭档的是。자先去，嘛啊，前回のこの番組でも取り上げたようにね、今習近平はまさに今の修復生も着々と始めてるんです。やっぱりまあこういう前兆も あるだとすれば、まださっきの風評経験の話からすれば、やっぱりね、これから習近平は内外危機打開し、自分の独裁体制維持のためにいっぱいによって、まあ一つが彼考えるのはそういう台湾侵攻ですが、もしこれは無理であれば、じゃあ文化大学流の大粛清運動を国内で発動して展開していくつもり、そういう可能性が出てるんです。じゃあこれに関してはまだこれからね、注意深く、まあ、観察する必要もあるのではないかということでございます。じゃあまず今日の一番目の話、二番目は、まあ、例の恒大集団の、会場協賛が、まあね、先日2日前に、ね、拘束されたという話で、恒大集団解除拘束の会とその背後という、まあ28日にね、中露恒大集団が、まあ、創業者の協会員会長が法律違反の疑いで当局から、まあ、強制措置を受けていると発表、まあ要するに拘束されたんですわね。さらに、それに先立って25日には中国のメディアの財新ね、結構有名な、まあ、メディアですが、財新は、まあ、恒大集団の郭海金が元CEO と板大英が、それはまた元 CEO と元最高債務責任者が、また当局にね拘束されたと報じた。まあこれでね、どうやら、まあ、政府当局は一斉に恒大集団の以前の最高責任者と財務 最高責任者と今の現役の会長、要するに最高経営陣に対する捜査摘発という、まあ、法的措置に踏み切ることになったという話です。しかし考えみれば、そんなことを政府がやったら、これではね、恒大集団にまだわずかに残されていったいわゆる財務再建あるいは再生のそういう可能性は完全に潰された。まあこれでもう再生できる目がもうなくなっちゃうんですわな。要するに恒大集団、これで事実上の死刑宣告を受けたという。しかももしこのまま恒大集団死んでしまったら、もう終わってしまったら、じゃあご存知のように恒大集団今背負ってる債務はね、もうあれ47兆円ですよ、日本円にしては。その中の11兆6000億円はね、実はいわゆる超過債務、要するに、ね、持てる財産以上の債務が、これが超過債務というのは、まあ、要するに財産の裏付けのない債務はね、まあ、これではもう返済がもう不可能になっちゃうんですわな。じゃあしかし考えみれば、中国政府一体どうしてね、じゃあ恒大集団と今日会場にね、いわゆる再建再生の、チャンス、あるいは、まあ、延命のための時間的猶予は、ね、与えないんですよ。まさにね、債務危機を引き起こしても構わないというような覚悟でね、政府が今ね、もう恒大殺しを急いでるという様子です。じゃあそれは なぜかというか、まず問題ですわね。それ一方、さらに奇妙なことにね、恒大集団自身もむしろ政府からのこの死刑宣告をね、淡々と受け止めるそぶりであって、ある意味ではね、変な話です、自らの死をね、積極的に迎えようとしてる。いや、それはどういうことかとなると、実はね、さっき冒頭から言った恒大集団の会長が拘束されたということは、自発表したらね、実はマスコミ でもなければ、公安あるいは政府当局でもない、恒大集団自身ですよ。要するに政府当局の発表もマスコミの報道を待たずにして、真っ先に恒大集団自身が、いや自分たちの会長が拘束されたよっていう発表をしたんです。さらにね、25日にも恒大集団が、まあ自分たちが当局からの調査を受けているため、新規再建の発行はできないと自分たち発表するんですよ。これでね、香港市場の株価ね、もう 25% の暴落はまあやっちゃったんです。要するに自分たちから発表する。もう我々捜査を受けてるよ。もう新規債権派遣できないよという、
自分から言うんですわな。さらにね、28日、要するに教会上拘束の当日、それか拘束の前にね、直前にね、恒大集団はまた自らそういう香港取引所での株売買を自分たちから、まあ、停止すると発表した。しかし考えみれば非常に奇妙なことであって、今まで恒大集団もそうだったんですが、大体中国の企業はね、自分たちが何か不祥事が抱えて、あるいは危機的な状況に立たされたことはね、できるだけ隠蔽するんですよ。自分からたちから発表することは普段ありえないんです。むしろ逆に一生懸命隠蔽して、それで延命を図る、それ普段中国の企業のやり方、まあ、恒大集団も今までそんなこと何歩でもやってきたんですが、しかし今回に限りにおいては、いや、恒大集団が自分たち当局から調査を受けてること、会長が拘束されたことをもう迅速に、しかも素直にねそれほど素直な恒大集団見たことないわ、それを発表した。それが不思議で、まあ、謎ですよ。じゃあこの謎解きがどこにあるかとなるとね、今の時点でね、この謎に対する一つの、まあ、合理的解釈、あくまでも私なりの解釈ですよね。この解釈はね、やっぱりとこのポイントがどこにあるかとなると、やっぱり、恒大集団が8月17日にニューヨークでね、いわゆる発散の申請をしたという事実に、おそらくこのポイントにね、この事実に最大のポイントがあるのではないかということ。で、事実関係からすれば、恒大集団が要するにニューヨークのマンハッタン地区連邦破産裁判所に対して連邦破産法第15条の適用を申請した。じゃあこの15条とは何かとなると、要するにこの15条の適用によって、米国籍以外の企業が米国国内の資産を保護する目的で資産の強制的差し押さえなどを回避できる。そこが溝ですよ。要するにここにニューヨークの裁判所にね、この15条の適用申請すれば、例えば債権者あれ、恒大集団に対する債権者であっても、家庭に恒大集団の財産を差し押さえることできなくなっちゃう。まあもちろん米国国内の財産ですわ、中国国内のは関係ないです。しかしそれが恒大集団と教会長たちの狙いですよ。まあここで出てくる可能性の一つが、要するにおそらく今まで恒大集団がかなりの資産すでにアメリカに移した、だからアメリカ国内の資産となってる。しかもこのアメリカに移した財産の中に、まあ教会以下の、まあ、経営陣の個人資産もすでに何らかの形で、それは技術的操作何歩でもできますから、すでにこのアメリカに移した恒大集団の財産に組み込まれているというね、ことになっている。そうすると恒大集団本体がね、中国の本体と、まあ、例えば、まあ、直ちにもう崩壊した、まあ、破産しただとしても、要するにか教会上の経営陣たちのアメリカにおける彼たちの財産がニューヨーク裁判所にね、第15条の適用を申請したことで、ある程度ね、保護されて取り上げられることなく、自分の手元にね、たちの手元に残る可能性が出てくる。そうなるとね、この時点でね、まあ、教会上にしても刑事にしても、もう恒大集団の破綻がすでに織り込み済みとなっていて、時点から彼たちはもう本気で再建再生を図るつもりは全くなくなっちゃったとは私は思うんですね。むしろね、彼たちからすればこうなった以上ね、家庭に延命することはね、逆に負債がさらに膨らむでしょ。延命のためにさらに借金すれば、さらに負債膨らんで傷が大きくなる。むしろここまで来たら、もう早めにね、こんな会社破綻させた方がいいという判断になったんということです。だからさっき申し上げましたようにね、恒大集団今回が素直になってな、むしろね、破綻していくことを喜んでるような、そういうね、何でも自分たちから悪い情報を自ら開示するんですわね、破綻させようとしてるんですよ、恒大集団が。それ一方で、
政府、じゃあ中国政府はじゃあどうして今ここになって恒大集団の会場を拘束したりも恒大集団を殺すような話になったとなると、やっぱり政府当局にしてもですよ、やっぱり恒大集団が再建再生の努力を自ら放棄して、しかもよりによってアメリカで破産申請を出したことが、中国政府からすればまさに裏切り行為であって、到底許せないことではない。特に今の習近平政権はあれからすれば、こんなものも単なる経済問題ではなく政治問題ですよ。中国のね、大企業をアメリカで破産申請したこと、それだけで習近平のメンツが丸つぶれですが、さらにね、あまり日本で知られてないことですけども、この協会条例、実はもう共産党党員ですよ。恒大集団の中で共産党の委員会支部ができて、恒大集団だけでね、中でね、もう1万2000人ぐらいの共産党員がいるんですよ。それがなおさら習近平を許さないでしょ。もう共産党の党員たち、幹部たちが、アメリカで自分たちの財産を守るためにアメリカで破産申請出したこと、そんなバカ野郎を習近平からすれば殺してやりたいという話だから、おそらく8月にね、恒大集団が米国で破産申請を出した時点から、まあ当局はもう腹くくってもう法的措置を取ることを前提にして、もうすでに捜査を始めた。まあそこで捜査を、ある程度の捜査期間があって、そこで9月28日の、まあ、教会上の、まあ、拘束につながったのではないかというのは、まあ、この部分は、まあ、私の一種の、まあ、まあ、解釈、合理的解釈か推測かという話ですけども、しかしね、考えみればね、政府がそんなことをやったならばね、むしろ逆にね、それ、恒大集団、あるいは教会長たちの思うつぼだったんですよ。これで年間の早期破産が払えて、莫大のね、自分たち背負っている債務の勝利が、俺たちもう終わったから、もう拘束されたから、もう債務勝利はもう政府に預けるんですわ。もう打たれることができる。その一方、自分たちの財産のかなりの部分がアメリカで保護される見通しになる。まあもちろん拘束されたことで、教会長たちが、あるいは最高幹部たちが、これから恐らく国内で裁きを受けて、恐らく場合によって刑務所暮らしとなる。しかしね、じゃあどうして教会長たちが最初から海外に逃げ出さなかったのかとなると、おそらくね、もう2、3年前から恒大の問題が出てから、彼たちの出国がもう制限されて、もうどうせね、海外に逃げ出せない。そうなると彼らにとってはね、じゃあそうなった以上、もう海外にね、財産、アメリカに財産を残して、する子供たちが、まあ彼たち子供でほとんど海外に出ていますから、子供たちのために財産を残すことは、まあそれは本望ですわ。あとはまあ恒大集団どうなるか、債権者たちどうなるか、もう俺たちの知ったもんじゃないというような話であって、その一方、中国政府はね、恒大集団潰したことで、じゃあ恒大集団が背負うべき債務の勝利がもう肩代わりにするしかないし、さらにね、恒大集団の破綻ね、おそらくこれから中国の不動産市場と中国経済全体にね、大変な打撃を与える。じゃあそういう打撃を被るのも、まあ中国政府であって、結局ね、ある意味はまあ今回教会上と習近平の戦い、資本と政権のこの戦いでね、最後に笑ったのは教会長たちかもしれない。まあ一番のバカ見たら、まあ習近平政権ではないかというのは、まあまあ今日の、話でございます。まあ以上、今日日本の話をまとめて、解説いたしました。いつもながら、まあご視聴ありがとうございます。それではまた来週よろしくお願いいたします。